川崎敏夫です。今日は、はい、武蔵小杉にある、うん、スリースターズパンケーキというお店でございます。パンケーキ屋さん、パンケーキ専門店でございますね。あらま、休日になれば2時間待ち最大。あ、そんなに。超人気店でございます。店長の池田さんにも協力します。池田さん、はい、よろしくお願いします。お願いします。スイーツ大好きな松さんが川崎のスイーツ店を巡っていく恒例企画にしようと思ってまして、はいはいはい、最下位を当てたら即ドボン、人気スイーツランキングみたいな。なるほど。お店の人気商品のランキングを気になるものから食べてもらって、はい、で最下位じゃないと思うスイーツを発表してもらいます、はい、見事最後の一つまで最下位を当てなければ松さんの勝利。なるほど。もし最下位を選んでしまったら即ドボンで罰ゲーム執行。難しそうだねこれね。これは人気あるだろう。これはもう、うん、うまっ。めちゃめちゃうまい。これうまいった。でございますね。これ池田さん、はい、年齢層的にはどのぐらいの層が多いですか。はい、主婦の方と近くに高校もあるので、まあ、女子高生の方が非常に多いかなと。なるほど。松さんだったら一番最初来たらどれだろう。オーソドックスなやつを食べると思うの。はい、はい、定番メニュー。確かに。まあ三つ星パンケーキかな。ああ。多分これが多分一番人気やと。あ、そうなんですか。あ、もう1位は分かってるんですか。おそらく。三つ星パンケーキを一つください。はい、かしこまりました。ご用意いたします。またお待たせいたしました。はい、三つ星パンケーキでございます。うわー、これシャムタイムしてこれよ、これは絶対1位だね。これが5位なわけないと思う。銅板で両面焼いてオーブンでじっくり中まで火を通す二度焼きをしています。なのでふわふわなんですけど中までしっかり火が入りつつふわふわの食感を楽しめます。これはうまいよ。これはもうこういうこと。うわ、ふわふわ。まずはメープル飲みてね。うわ、うわ、違う、シンカーがやばい。これは間違いないね。確信しました。確信した。三つ星パンケーキは最下位ではありません。よし、こちらは第1位です。第1位。はい。まあそりゃそうよ。そうっすね。うん。じゃあ皆さん続いてですね、クリームブリュレもらおうかな、一回。人気そうだけど、これちょっと高いっていうのが気になるんだよ。学生さんとかだとちょっと高いのかなっていう感じがしちゃうかな。お待たせいたしました。はい、クリームブリュレでございます。これは人気あるだろう。自家製のカスタードを使用して、表面をパリパリに炙っている商品になってます。なるほど。ほら、このね、パリパリ感。パリパリ感。いただきます。間違いない。でもそんなにやっぱ甘すぎはしないですね。そうですね。やっぱちょっとこの熱源の苦味も相まって、はい、香ばしさと卵のコクを楽しんでいただける商品になります。なるほど。だから懸念点は値段だけ、はい、やっぱフルーツが入ってるからさ。こちらのクリームブリュレは最下位ではありません。よし。3位だと。2位ですか。2位、はい、あ、2位か。あ、じゃあ値段は気にしないんだね。残り3つです。バナナキャラメルとかってどこに行ってもなんか定番のありそうな、うんうん、バナナキャラメルください。はい、かしこまりました。はい、お待たせいたしました。はい、ありがとうございます。バナナキャラメル。はい、これもね、人気だと思うんですよ。自家製のキャラメルソースをかけていて、上のバナナがそのキャラメルを使ったキャラメル煮です。
ナリーフレッシュのバナナと生クリームを添えた一品となっております。うわっ、うわよ。いただきます。これ間違いないね。これも間違いないと思う。塩分がありますね、キャラメルソース、はい、甘じょっぱい感じですね、はい、甘じょっぱいので、もう癖になる感じでずっと食べ続けられる。こちらのバナナキャラメル最下位ではありません。よし、これ3位じゃない、はい、よし、素晴らしい、すごい読みが素晴らしい。まあこっからちょっとずつ、こっからだね。どっちだ、甘いものを食べに来るって脳の中にそのちょっと大人なビターなチョコを、女子高生はここは選ばない気がするんだよね、はい、俺はこれが食べたい。でココナッツハニーはココナッツの風味、うん、香りが苦手な人もいるんじゃないかなっていう、うん、あ迷うねこれ、うん、これ2個持ってきてもらうけど、確かにね、うん、はい、じゃあ、はい、2つお願いします。はい、かしこまりました。で食べ比べて、そうですね、うん、お待たせいたしました、はい、ココナッツハニーと大人のためのチョコレートです。なるほど、これはうまそうだね。どっちもどっちで、ベルギー産のカカオ 70% のチョコを使用した、うん、ちょっぴりビターなパンケーキとなっております。なるほど。ココナッツハニーが濃厚なココナッツの甘さと後に香る蜂蜜をお楽しみいただけるソースをかけた一品となっております。なるほど、こっちもうまそうだ。説明聞いてもうまそうだ。うまそうだ。チョコから、チョコから、はい、うまそうだね、もうね。おお、2ついっちゃう。めちゃめちゃうまい、これ参った。参った出ました。俺これ頼んじゃうな、やっぱ。あ、男性は好きそう。いや、これね、女性も好きだよ。全然いけますからね、うん、じゃあちょっといただきます。はい、だってやっぱココナッツの風味がさーっと濃厚ですね、これ。そうですね。迷うな、これ。どっちかが5位ですか。それを選んでしまったらマッサンの罰ゲーム実行になります。いや、当初はよ、そのビター味のチョコレートがかかったパンケーキは女子高生とかあんま食べないかなっていう風に。食べてみてもやっぱそこは揺るぎなく、いや、これ食べるぞという。そう、一回食べたらこれ食べるなっていう。ココナッツハニーはやっぱちょっと南国な、一年中出てるメニューですもんね、うん、ってなると今の時期はいいけど、うん、冬はどうかなとか、なんか夏は食べたくなるなとか、うん、季節を選ぶから。なるほど。初めこっちかなと思ったんだけどな、4-5 かなと思ったけど。そうね、これマジで悩んでるやつ。決めた。あ、大人のためのチョコレートは最下位ではありません。よっしゃ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 、ギリギリで変えた。変えました、ね、すごくない？すごい。夏に食べたくなる南国感っていうところで、まあ、季節によってその売り上げ変わってくるっていうところなんですけど、やっぱチョコレート好きな人は一定数いらっしゃるので。そうですよね。悩んで、まあ、チョコレート好きだったら頼んでみようっていう方が多いので。ちょっとこう推理的にはいいとこ行ったよ。ドンピシャでしたね。やっぱ季節感なんだよ。なるほど、見事、マツさん勝利。よっしゃすごい。よっしゃ、まだまだスイーツ男子と名乗れそうですね。名乗れそう。男子じゃねえけど。今回はね、完全勝利。完全勝利でした。悔しいっすね、うん、私のために美味しいスイーツを探してください。以上、川崎登場でした。バイバイ。まさか、ガンちゃんでした。ガンちゃん、最近どうよ。え？
最近どうなのよガンちゃん、アリーナツアーやる。パフォーマーでそういう多分アリーナツアーをやるみたいなのって、うん、初めてだなんで、うん、挑戦ですよね。今まで一番大きな挑戦かもしれない。いやすげえチャレンジやね。エンターテイナーになりきらないと。松本敏夫改め川崎敏夫、みんなで川崎を盛り上げていきましょう。